岩崎城の戦いとは、1584年に、庭市住と池田恒之の間で、現在の愛知県日清市において行われた、戦いである。小牧、長久手の戦いの一部を構成する。現在の岩崎城1538年、庭宇治清によって、現在の愛知県日清市岩崎町に築城された平山城。この戦いが、勃発時、 上手である庭棺は徳川家康に従い、小牧に出陣しており、城は棺の弟である庭四重が守っていた。岩作の金出川を渡った三河奇襲部隊は、第一隊、池田恒興の女不死七戦と、第三隊戦付け目、堀秀政五戦であった。これらの隊は、生牛が玄都金、小木原を進んでいた。第二隊森長義三千のうち別動隊は、 一式城と長川城を焼き打ちした。この日の手を見た、岩崎城の留守場を預かる庭師重と、長川城の城主、加藤慶爪は、偵察を出し、松明を持たず行軍する敵軍の部隊を確認して、城兵を招集し、戦闘のため、女や子供を北西の空堀から、明戦寺へ逃すとともに、午前四時に先制攻撃を仕掛けた。これに対し田軍も反撃し、 岩崎城守備隊は引き上げた。この攻撃を受けて岩崎城行為作戦指示が出され、午前5時、意中時が大手門に向け2000の兵卒で当たり、片桐と下だが絡めてもえ2000で攻撃することとなった。これに対し、始重は大手門より打ってで工場隊を3度撃退した。この反撃で工場隊の中には空堀に落ち負傷する者が出た。始重は、 城外の石橋付近で、奮闘の最中に、岐船より南下してきた森長義隊の一部によって、竹の山より、ひなわ銃で威嚇をされたため昼み、この隙に打ち取られた。池田隊に、城兵も集中していたが、手薄な北西部の橋をより、森長義隊が乱入したため、一部の城兵は、都戸芝に身を隠して脱出したものの、混乱に陥り午前七時落城した。 四重の弟、党、伝七郎や、白江門も討ち死にした。過労職を引き継いだ、庭重信の弟重げは、岩崎城に、敵襲来の旧法の使者として、小牧三斎に向かうが、すでに質疑、徳川軍は出陣した後で、引き返し長くての際が、根のふもとで質疑と出会った時は、岩崎城落城後で、 同胞は陰口を囁き3ヶ月後の海部軍のカニエ城合戦で地獄を注ぐため戦闘に立ち戦士を遂げた。池田隊は疲労が大きく、六さ山で朝食と休憩を兼ねて首実験を行い、配下の兵卒の論功交渉を始めた。堀隊も兵糧を運び食事をさせるが、橋場新基地隊の救援要請で引き返すこととなった。 そのため、運営は午前8時に、呼び戻しの下ジを行い、すぐに動ける森隊は、先山まで引き返した後に船まで交代して布陣し、池田隊の到着を待つこととなった。西が根のふもとで、庭下事から報告を受けた、岩崎城主庭室議は、家老、鈴木光清、十駅不死以下20名を、岩崎城の救援隊として派遣し、自らは、西が根に攻め上る。 救援隊は、池田隊が六房山の中原に、岩崎城の守備隊238の支給が置き去りに、してある状況を確認ししつぎと合流した。城代の支給は、ふっつが、根付近の池田隊の兵が持っているのを見かけた、春田小吉が、追撃し奪い返し徳川家康に届け褒められた。ありがとうございます。